今日は私の友達かなちゃんと大阪のリッツカールトンに来ています。高級ホテルなんですが、今から泊まるのがとっても楽しみです。それではレッツゲットスターティッチ。リッツカールトンはホテル王と呼ばれた男セザール・リッツが作り上げた最高級のホテルチェーン。そのおもてなしは世界一とも言われており、世界30カ国で展開されています。こちらがロビーになります。綺麗なお花が飾られていますね。見てください、この素敵なロビー、おしとやかです。カードキーをもらってエレベーターで上に上がります。オープン。じゃじゃーん。まずは部屋から。おー、すげー、めちゃくちゃベッドが高いっすねテレビも大きいです。じゃーん、大阪の夜景を一望できます。神戸の夜景も綺麗ですけど、大阪の夜景もいいですね。西川の青いやつ座ってみてどうですか、座り心地は。あ、いいです、リラックスできますすごいね、ベッドが高いね。ね、これは何ですかね、足置くやつですか。なんか荷物置いたり、そこで、私の友達カナはですね、ホテルで働いてるんですよ。じゃじゃーん、ドリンクも揃ってます。次は洗面台。ピカーン。やばいね、なんか高級感があるね靴脱いだ方がいいね。脱がねえよシャワー室かな。水道が2個ある。素敵、素敵です。こっちにもね、お風呂があります。で、このね、アメニティもちゃんと揃ってるんですよ。ヘアブラシで、歯ブラシ、レザーなどなど揃ってます。あ、トイレありましたね。てんてんてん、おお自動で開きます。すごいね、高級感が漂ってるホテルで楽しみたいと思います。さて、花のチャンネルをご覧の皆さん、阪神タイガース知っていますか。誰で言って黙って知ってる、私過去の動画で阪神タイガース上げてるもん。そうそう、素敵です。34階にあるラウンジにやってきました。シャンパンを入れてくれましたよ。こんな高級な気分を味わったのは本当に初めてでした。友達のカナと一緒に中華料理やケーキを楽しむことができました。それではこの大きなベッドで寝たいと思います。カナちゃん、おやすみなさーい。おはようございます。今からどこに行きますか。朝ごはんです、お腹すいた昨日4時まで起きていっぱい飲み食いしましたね。今日もいっぱい食べたいと思います。本来であればバイキングだったのですが、コロナの影響により
セットで決められたものが出てきました。かなちゃん、はるなちゃん、帰ります。ねえまた来ましょう。また頑張って仕事をしてお金貯めて来ましょうか。楽しかったですか？楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。バイバイこのお部屋。バイバイ。はい、リッツカールトンいかがでしたか？とっても贅沢な時間を過ごすことができました。最後まで見ていただきありがとうございました。 Twitter、Instagram フォローお願いします。サブスクライブ、いいねお願いします。それでは